さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし。はあ、そろそろ起きないとな。今日はちょっと遅番でよかった。これあるあるなんだけど、ここのカーテン開けようとしたらアクションボタン2つ出て一緒に寝ちゃうのあるあるだよね。イクミおはよう。なんか右手に持ってるけどあれ触れないでおこう。たっちゃんおはよう。そういえば今日何の日か知ってる？え、今日が何の日？何の日だっけ。あ、たっちゃんレイに怒られちゃうよ。レイに聞いてみたら？レイに聞く？何のことだよ。レイ、一体今日は何の日だって言うんだ？ぷい。なんだよ、パパなんか悪いことしたか？メイ、レイがなんか無視するんだけど理由知ってる？パブー。ごめん、さすがに何も伝わんない。あー、そっか、今日はレイの誕生日か。そうだよ、もうレイも2歳になったんだよ。そりゃ俺がレイに怒られても仕方がないな。よし、じゃあ仕事を早く終わらせてレイの誕生日会でもするか。そうだね、でも無理しなくて大丈夫だよ。仕事も忙しいでしょう。そうだな、最近うちの前にさくらモーターズっていう車屋さんができたんだけど、意外とそこができてからうちにも仕事が回るようになってきたんだよな。でもこのままじゃレイに嫌われちゃうから、ちゃんと今日は誕生日プレゼントとか用意しとかないとな。レイ、今日はパパ早く帰ってこれるように努力するから、そんなに怒るなよ。ぽい。ジグシ。それじゃ仕事行ってくるよ。行ってらっしゃい、たっちゃん。あ、そうだ、今日はレイが誕生日だし、じゃあレイパパにハグしてもらう？バブ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 。もうレイったら照れちゃって。パパブ。よし、今日はじゃあいつも以上に大サービスしちゃうぞ。バブ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 。と思いきや、なんと2回目も行っちゃうぞ。バブ、オーマイガール。それじゃ行ってきます。バブグフ。パパが早く帰ってこれるといいわね。よし、早めに洗い物とか済まして家事全般終わらせとこうっと。お疲れ様です。おー、達也、なんか俺に言いたそうな顔してるけど、なんかあったのか。まあ言ったな、店長そんなことまでわかるようになったんですか。まあお前のことずっと見てるからな。店長、表情が間違ってます。それにしたら絶対勘違いされる。実は今日娘の誕生日なんですよ。俺すっかり忘れてて、それで娘がちょっとプンプンしてるんで早く帰らせてくれたら嬉しいな、なんて。達也、お前ふざけているのか。すいません店長、ふざけてますよね。だって社会人としてそんな誕生日だからって早く帰りたいなんて、ごめんなさい。すいません、そんな甘えたこと言って。うわ、店長怒らせちゃったよ。やっぱり最近甘えすぎてたかな。なんでそんな大事なことを忘れていた。早めに言っていたら最初から来なくてよかったのに。今日は特別に有給扱いにしとくから、早く帰って家族サービスしてこい。店長いいんですか。もともとお前がいなくても一人で切り盛りしてきたんだ。一日ぐらい大丈夫に決まってるだろ。ほら、早く帰って娘にいい思い出を作ってやれ。わかりました。ありがとうございます。やっぱ今日めっちゃ忙しいんだよな本当は。あれ、俺ってこんなケツアゴだったっけ。きっとみんな驚くだろうな。ただいま。なんとパパ帰ってきました。え、たっちゃん、どうしたの。仕事は。店長に今日はレイが誕生日って伝えたら特別に有給扱いにしとくって言われたんだよ。だから今日はみんなでレイの誕生日を祝うぞ。バブーバブーバブバブ。よかった、レイの機嫌が治った。バブ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 。レイ喜んでくれるのは嬉しいんだけど、それやめよう、危ないから。よーし、じゃあレイ今日はどこに行く。まさかたっちゃんがこんなに早く帰ってくると思わなかったから、まだパジャマのまんまだよ。どうする、3人目作る。そんな満面の意味で子供挟んで言わないで。じゃあレイの誕生日ケーキも買わないといけないし、あとプレゼントも買わないといけないから、ニトレとかも寄っていこっか。じゃあ私ちょっと着替えてくるね。よーし、じゃあ2人とも今から買い物に出かけるぞ。バーブブルンブルン。
うん、あのレイ、三輪車は置いていこうな。車で行くから普通に。おい、イクミ、用意できたか？うん、もう大丈夫だよ。新しい化粧台、すっごくいい感じ。メイもなんだか楽しそうだね。バーブ！よし、それじゃあ向かいますか。バーブバーブ、ドルンドルンドルン、ブルンブルン。ダメだ、レイが三輪車は最強って信じ込んでやがる。それじゃあまずはニトレ寄っていくか。レイ、欲しいもん考えとけよ。今日はパパ、何でも買ってあげるぞ。そういえば、ここのペットショップ廃業したって言ってたな。そーら、みんなが好きなニトレだぞ。シャッサ、ニトレへようこそ。やば、絶対今日客来てないんだろうな。よし、レイ、何が欲しい？パパ、何でも買ってあげるから、遠慮なく言えよ。バーブ、バーブ、キョロキョロ、キョロキョロ、バーブジー、バーブ、バーブ。ん？どれどれ？あ、家？あ、そっか、家はちょっと無理かな、ごめん、レイ、家は無理だわ。もっとほら、レイ、他にもいっぱいあるぞ。きっとおもちゃとかも置いてるかもしれないしさ、そういうやつの方が…はぁ、バーブ。うわ、もうパパなんて信用しないみたいなオーラ出てる。あ、ほらレイ、見ろよ、いろんなカーペットがあるぞ。家に新しいカーペットを敷くのもちょっといいかもしれないな。大地くん、見てくださいよ、ベビーベッドってこんなにいろんな種類があるんでやんすね。そうだね、僕たちも将来ここに買いに来てるかもしれないね。バーブ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 。お、どうしたレイ、よっぽど欲しそうだな。なんだなんだ、こんなにレイが欲しがるなんて何なんだろうね。どれだどれだレイ。うん、どれを指さしてるんだ。バーブ、なんか指さされてるでやんすよ、太一くん。そうだね、何なんだろうね。あれ、おかしいな、俺どこで育て方間違えたんだろう。ありがとう、サッシャー。もう早くケーキショップ向かった方が良さそうだな。ここのケーキショップすごく有名らしいね、たっちゃん。そうみたいだな。俺たちが来るのは初めてだけどな。よーし、レイ、好きなケーキを選ぶんだぞ。なるほど、幸せそうなファミリーか。そしたら笑顔振りまかないとね。いらっしゃいませ、ごゆっくりケーキ見てくださいね。わー、美味しそう。なんか私がテンション上がってきた。おいおい、今日の主役はレイだぞ。お前がテンション上がってどうするんだよ。何この家族、娘2人も可愛いし、ママもスタイル良すぎて美人だし、しかも男の人もかっこいいし、あれ、私なんでここで一人でケーキ売ってるんだろうっていう気持ちにさせられる。今日はどなたかの記念日とか誕生日でございますか？そうなんです、こっちの娘が誕生日で。でしたら大きめのホールケーキなんていかがですか？バーブバーブ。お、レイもそれでいいって言ってるから、それじゃあそれ一つください。ありがとうございました。しゃあ、一番高いやつ売れた。よし、それじゃあ準備しよっかな。俺なんか手伝おっか？大丈夫、たっちゃんはレイたちの相手してあげて。よし、レイとメイ、パパが相手してやるぞって思ったけど、なんだ、二人ともはしゃぎすぎて寝ちゃってるよ。ほらレイ、その誕生日ケーキにふーって息を吹きかけて、その火を消すんだよ。レイに果たしてできるかな？バブバブ。バブ。お、消えた消えた。レイ、2歳の誕生日おめでとう。もうレイも2歳か、早いね。こないだまでもっと小さかったのに。来年もこうやって家族で祝うぞ。ババ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 バ。レイ、早すぎてもうレイがなんか3人に見えるな。こうしてレイの誕生日が無事終わりましたとさ。すやーバブ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。 Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。